なぜか松目は涙が止まりませぬ。立花殿からは哀愁が漂いすぎにござりまする。愛とは語るものではござりませぬ。大切な誰かと心で育むのでありまする。今度前田が家へ遊びにいらっしゃいませ。犬千代様も皆も大歓迎いたしまする。お願いにござりまする。どうかそのまま折れぬ花としてしっかりと着実に自らの務めを果たすお方、立ち筋やお野菜からしかと伝わりまする。主君の威厳に内なる覇気にすがすがしきお顔、若い兵たちに慕われるはずでござりまする。松目はいつでもあなたの味方ですよ。ただし昼寝はなりませぬ。刑事から聞きました。主への思いに料理の腕、忍び殿はきっと素敵な奥方になりましょう。全身にまとわれたその凛々しき佇まい、松目に揺らがせることができまするか。虎の和子殿は早食いとお見受けいたしまする。ゆっくり噛まねばしっかり栄養になりませぬよ。猿のごとく木々を飛び脳をかける。松目も大の得意にござりまする。お目にかかれて光栄に存じます。戦の作法にのっとり全力で参りまする。屈強を絵に描いたようなお方にござりまする。一体どのような鍛錬と栄養と睡眠を、たんとご飯をお食べのご様子で。くよくようじうじどんよりしてはなりませぬ。不幸が不幸を呼び一層不幸になりますよ。忍び殿からは人のぬくもりが感じられません。食べては眠る人であるはずなのに、そろそろ引退なさりますれば老後の楽しみはたんとござりまする。あなたはまさに歩くくっちゃね。武将たるもの我慢節制自制なさいませ。天海様は幸せを知らぬ方とお見受けいたしまする。足元を見あれば幸せにもなれますのに。計りごとがお達者ということは良き糖分を補給されているはず。鬼島津殿には長生きをしていただきとうございます。ご飯は食べておられますか。松目は献立や栄養が心配にござりまする。怒りであれ憎悪であれ、まっすぐなお人柄とお見受けいたしまする。松目は大きなマグロを釣りとうございまする。犬千代様と今度また伺いまする。前田が寮には近づかないでくださりませ。金輪際二度と。なんと冷たい目、どのような世界を見ておられるのでしょう。お市様、そのお方を探してはなりませぬ。信長様、もう織田はないのでござります。松目は必ず無事に帰りまする。犬千代様に温かいご飯を作るがため。